回悪い字が挑戦するマリオカート8はそこにたくさんの敵が紛れ込む。なぎ倒してコロンビア目指せ。たった一つの真実を巡る見た目親父、頭脳は子供、その名も名探偵悪い字。I can't stop コロンビア、一目指した未来がきっと楽なはずじゃないからね。Oh baby, I can't stop Colombia 君のすべてになってね。あげた腕信じて歩いてゆくと誓うよ。大嫌いなんて嘘でも言わないけど、大好きだって嘘なんかじゃ言わないからね。できない時さえ君は何も考える余裕もないくらい、コロンビアをこそこそと狙うんだから。 I can't stop コロンビア、二つの腕がちぎれて島はないように一つに抱いてて、それでも不安な時は訪れるものだからね。そんな時はぐっと大げさに転んでやして。さあマリオカート8実況プレイ、悪い字を目指せよ79回目やっていきたいと思います。チース皆さんこんにちは、チャリッチョと申します。さあ先ほど見ましたように10勝目チャレンジです。2回目ですね、それが、前回はですねかなりもう9万体の方が3人とかいたよね、部屋で。まあ勝てはしなかったんですけども、なんだかんだ上位走れたりとか時々ね1位走れたりとかできたんでね、まあ前よりかは悪い字も成長しているんじゃないかなとは思います。走るごとにねもう悪い字は成長していってるわけですから。いや最初はあの弱かった頃が懐かしいですね。1勝目上げるのも大変、2勝目3勝目上げるあたりがかなり大変でしたけれども、いやついにここまで来ました。今回も桜井でやっていきたいと思います。それでは1コース目ドッスン遺跡、2、1、GO! インストした方が1人いました。さあ11、11位でアイテム取れないのはちょっと大変、危ない。アイテムは取れなかったものの危機は回避。さあ脇の方でしっかりとコインを貯めていきましょう。さあここでいきなり来ましたね、木野さんことラムダッシュ、そしてラムダッシュ、ここは温存しておきましょうか。アイテム2周目に向かって温存しておきましょう。さあおっとやっぱ引っかかるよね、でも手前で助かった。でも落ちるちょっとそれはうまい流れがいつもうまくいかんな、本当に本当前ぐらいにやられるやべえな、やっぱ悪は勝てないっていうことなのか。悪い爺さん、あなたも正義になってみないかとは思うわけですけれども、ここでこれ前は開かないか、まあいいでしょう、なんとか8位になってはいる。やっぱりあのチェキボンがなければな、引っかかんなかったような気がするけれども、どうでしょうかね、やっぱこの3周目次第か。おっとまたもやチェキボンがあった、そしてなんだかんだ5位まで上がっている。ここでイカスミ消す、よしさあ3周目に入った、スターがゲットしましたね。これはサンダーがあるかもしれないですからね、しっかりと見ていかなきゃいけないですけど、サンダーが未だに、うーそっちじゃない、あーしかもアイテム取れない、それはないそれをやらかすのが自分なんです、それをやるからこその自分なんです。わかりますか、いや分かる方の方が大抵でしょう。そのアイテム取れないんだよな、こういうのを含めてやっぱ自分なんですよ。
これであってこその自分なんです。残念ながらよくここまで、これでよく9勝いけたなって思いますよ。本当によくここまで9勝いけたものだこんなんで2コース目はネオクッパシティです。さあね、特に何かをやらかしてるわけでもない、だけどなぜか自然とやらかす反面になる、そういうやついますよねまさに僕みたいなタイプのことを指しています。何か特別やっているわけではない、だがその何もやらないっていうのが原因なのかもしれない。やはり何か一工夫、そうこういうのです。ただ走ってるだけなのになんとなく順位が下がる、こういう感じです。これが負の連鎖、不運が重なりやすいタイプですね。おっと危ない。さあ甲羅を崩してデイジーを撃破、そして5位まで上がる。後ろから甲羅が来そうだな、うまく避けましょう。だが来ないか、見どころの人がいますね。ここは前出てよいしょ、危ない。ここは危ねえ。さあちょっと今の危なかったですよ。さあ危ない、チェケボン持ってる人がいるね。さあ絶対自分のところでしか爆発しないチェケボン、絶対自分の時じゃないと爆発しないからあでも前の人が赤さんを引きましたね。これはちょっと分かんなくなりましたよ。そして自分はスター、そして慎重に曲がるわけですが、なぜかブレーキがかかりました。これは理論は分からないが、ちょっと早めながらもここでサンダーを、神は言っている。よし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 、回避回避回避、来た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 、行幸来た行幸来た、来たよ行幸、来たよ行幸。さあ翼を広げるか、悪い字翼を広げた、あっという間に2番手以下を置き去りにした、悪い字先頭に立った、悪い字がサンダーか引かの先頭に立った、あっという間に2番手以下を置き去りにした、レート9万の方もいる中であっという間に置き去りにした。さあ悪い字翼を広げた、ついに翼を広げた、後ろもか怖いが、後ろが怖いがまだ迫って怖い。さあどうだどうだ、最後の衝撃か、悪い字最後は行幸、しかも圧倒的か、悪い字最後は圧倒的だ、圧倒的、そしてやられるのも最後の衝撃、悪い字やりました。これが最後のコロンビアです。決めました、悪い字決めました、10勝目、そして最後のコロンビア決めました、ワリージ最後のコロンビア。いやあのサンダー回避はまさにまさにファイヤーホットロットの姿を見ているようです。すべてのワリージファン、そしてコロンビアファンに捧ぐ最後の勝利となりました。いやー素晴らしい勝利となりましたね。さあ最後の勝利を決めたわけですし、振り返っていきましょうか。さあ2周目からもう一度見ていきましょう。こんな感じでもされしたね。いやー結構ねここのコースはショートカットするところが少なくてね、この差だとちょっと無理かなと思って、そしてここのチェゲモン、このチェゲモンによってね一気に引き離されたわけですけど、ここでスターを拾う。実はこのポジションでデイジーがスターではなくサンダーですね、サンダーを引いていたんですよ。だからこの辺でちょっとやべえ警戒しなきゃと思ってたらここで減速してしまったわけですね。で仕方なくもう使えってなったら、うまくこの辺でサンダーがドンピシャで降ってきてくれました。これによってサンダー回避して一気に良好パワーを得た悪い字は、さらにここでキノコを引いて唯一のショートカットルートを通ってさあ前に出ます。一応最後もあるっちゃあるんですけどね、こっちの方がなんとなく個人的には効果的ですね。いやここからがすごいんですよ、ここからがすごいんですよ。後ろにモートというすごい速い人がいる中にもかかわらず、さらに突き放していくこの感じ、まさにチャンピオンロードを歩んでいるという姿ですね。後ろだって伸びてないわけじゃないんですよね、むしろ伸びてるんですよね。その中でさらにこのスピードで勝ち抜いた悪いし、いやー強かったですね最後の最後でこんなに強いところを見せてくれましたね。いや
振り返ってみるとあんなに強かったっけって感じでしたね。1コース目かこのメジャー化成を始めたばっかりとか見てみるとね、こんなに強かったっけって感じでしたね。やっぱり重厚なこの感じ、ファイヤーホットロットを見てるような感じですね。懐かしいですね、マリオカート8にもファイヤーホットロットが降臨した、そんな感じですね。はい、いやー本当にありがとうございました。回数を重ねるごとにね、ワレージどんどん強くなりましたね。で最後はサンダーガイフ決めて勝つと、いやー独走かなーって思ったんですけど、最後は結構詰め寄られたけどなんとか勝ちましたね。でも良かったです。ほんとね、なんか最後の最後で9万の数で勝つことできましたからね。いやなんだかんだ相手の強さもランクアップしてる中での勝利でしたから、この勝利やっぱり価値があると思います。よかったよかった、ほんとありがとうございました。いやー、ワレージさん素晴らしかったですね。最後に皆さんの前でね、これがマリオカート8のコロンビアっていうのを見せることができて本当によかったと思います。それでは、次の振り返りでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。また会おう。また会おう。はい、それではね、コメント返信していきたいと思います。では早速読んでいきましょう。ボツです。今回はカナイの強者部屋でしたね。次回も楽しみにしております。ありがとうございます。いやー、レート9万の方が3人ほどいましたからね、今回でどうなるかお楽しみください。あれでもこれ確か動画最後の方につけてるから、今回の動画でどうなっていくか、まあもしかしたらもうお分かりかと思いますがはい、そんな感じです。それでは次のコメントを読んでいきたいと思います。強敵揃えての上位もすごいと思います。今年の漢字金にふさわしいぐらい金金金でした。お金は大事ですね。演奏面白かったです。いやー、コメントありがとうございます。そうですね、めちゃくちゃ部屋が強かったでしたね。しかもね、今年の漢字はね、2012年かに続いてね、また金だったわけですけども、金を本当に多かったというのもあるし、金が減りやすかったなっていうのもあったんでね、まあやっぱお金は大事ですね。あとやっぱり演奏めっちゃしまくってましたね。6コース中3回も、いやー結構多いもんだなやべえなって思いましたね。はい、その他ね、なんか外国の方からなんか記号みたいなコメントいっぱい、絵文字みたいな感じなコメントをもらいましたまあでもね、その外国の方も見てくれてんだなっていうのが分かっただけでもすごく嬉しいことですね。ありがとうございます。まあどういうコメであれ、やっぱコメントもらえることは嬉しいことですからね。はい、またね、何か気づいたこととことがありましたらよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。いや、何の意味もないよね。
いや、何の意味もないよね。